タウバー・ビショフスハイム。タウバー・ビショフスハイム。標準ドイツ語。アレマン語。トーバー・ビショフスハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州マインイコールタウバー軍の、軍長所在都市。ハイルブロン、イコールフランケン地域連合の中級中心都市である。タウバー・ビショフスハイムは、バーデンイコール、ビュルテンベルク州のフランケン部分にあたる、タウバー・フランケン地方に位置している。 年間降水量は580ミ、mm、リメートルである。この降水量は、ドイツ気象局の全国平均よりも17%、程度低い数値である。最も乾燥するのは2月、最もタウなのは6月である。最も降水量が多い月は最も乾燥する月の2倍、以上の雨が降る。タウバービショフスハイム市には、ディーンシュタット、ディシュテルハウゼン、ディッティヒハイム、 ヒットバール、ホッホハウゼン、イムプフィンゲンの各宿がある。これらの宿は、かつて独立した自治体であった同盟の町村と同じ領域である。市の名前、ハイフン、シュタットタイルの後に宿名を付けるのが公式な名称である。例えば、ディーンシュタットの場合、タウバービショフスハイムイコールシュタットタイルディーンシュタットが公式な名称となる。宿は、バーデンイコール、 ビュルテンベルク州の自治体令が規定している居住区でもある。また、各市区は区議会と区長による自治組織を有する。この町は836年のイリオバの時世席録にビスコフスハイムという名で初めて記録されている。イリオバがこの地に女子修道院を設立したという内容である。タウバービショフスハイムへの都市権事与は1237年に 皇帝フリードリヒ二世によってなされた。1240年頃にマインツ選定校に霊園として授けられ、1248年のマインツの会計台帳にはキビタス、都市と記録されている。マインツ選定校の城は都市領主の拠観権執務施設であった。1346年から1527年までタウバー・ビショフスハイムはアモールバッハ、アシャフヘンブルク、 グーヒエン、ディーブルク、キュルスハイム、ミルテンベルク、ゼルゲンシュタット、バルデュルンと共に旧都市同盟を結んでいたが、ドイツ農民戦争に加担したことから、アルブレヒト・ホン・マインツの治政下に、この同盟は破棄された。タウバー・ビショフスハイムは、自治権をも失った。後にこの町は、マインツ選定公司配下のアムと、地方行政の役所の所在地となった。 19世紀までこの町の名前は、ビショフスハイムであったが、ビショフスハイム・アム・ネッカー、現在のネッカー・ビショフスハイムやビショフスハイム・アム方園・ホーエン、シテーク、現在ライナウのライン・ビショフスハイム区特別を明確に、するために、現在の名前に改名された。帝国代表社会議主要決議に基づく、世俗化によりタウバー・ビショフスハイムは1803年に、来人間考領となった。 ここでもアムトの地位は保たれた。ライン同盟によりわずか3年間でこの工領は廃止された。これに伴いタウバー・ビショフスハイムはバーデン大工領に編入され、ベチ別クスアムとタウバー・ビショフスハイム、ベチ別クスアムは地方行政の役所が設けられた。1866年、マイン出兵の際のタウバー・ビショフスハイムの戦いで、エドビン・ホンマントイフェル及びアウグスト・カール・フォンゲーベンが、 率いる、ロイセン軍は、ビルテンベルク軍に勝利したのだが、この街は、オーストリア側に着いた。アルベルトシュバイツァー通りに戦没者記念碑が、建立された。ナチス先生下では、この街のユダヤ人は特に地域ぐるみの迫害に、苦しめられた。ポーランド侵攻後この街に残った、ユダヤ人は、1939年9月3日に、突撃隊に追い立てられて集められ、首に、 私たちは戦争挑発者だと書かれたプラカードをかけて、シナゴーグへ更新させられた。シナゴーグではひざまずいて地面にキスを強要された。さらにその後彼らは川に突き落とされた。そして15家族が数週間にわたって監禁された。1981年、市役所のロビーに、ホロコーストで殺害された35人のユダヤ教信者の記念版が取り付けられた。 1938年に、別クスアムとは、タウバービショフスハイム軍となり、1952年に、新設のバーデンイコール、ビュルテンベルク州に編入され、1973年に、タウバー軍、現在のマインイコールタウバー軍に再編された。リーンシュタットは、人口355人で、タウバービショフスハイムの西、リンダーバッハタールに位置する。1314年に、 大スタットの名前で初めて記録されているが1341年には現在のディーンスタットと呼ばれている。ディーンスタットは現在も農村の風情を残している。路傍にキリスト像や十字架が多く祀られている様子は聖母の小国の特色である。聖ー・コプスに捧げられた教会と小さなマリア教会がある。タウバービショフスハイムから ディーンシュタット、キュルスハイム、ミルテンベルクを経由して、フランクフルトアムマインに至る、古い通称路が通っている。この街道は遊歩道として利用されており、また一部は、タウバータール自転車道に接している。ディシュテルハウゼンは、人口983人で、タウバービショフスハイムの南、タウバータール自転車道沿いに位置する。ディシュテルハウゼンには、 バルタザール・ノイマンの監督下で1731年に建造されたバロック教会、聖マルクス教会がある。南ネカの木組建築、ソーベル城、ワイン商人アーベンダンツの1758年建造の屋敷が残されている。市営のホレンバフハ家農場博物館もある。タウバー川の対岸には1472年建造の聖ボルフガングレ拝ハイドがある。 ここは毎年聖霊降臨祭の月曜日に開催される聖ボルフガングの寄港のゴールである。この長い伝統を持つ教会祭のために遠近から信者たちがディシュテルハウゼンの教会に訪れる。地祭に導かれた騎馬パレードはタウバー川対岸の聖ボルフガング礼拝堂に進む。祝祭の神事ではすべての病にかかった人や動物の大眼の祈りを聖ボルフガングに捧げる。 続いて、騎手、馬車、馬に祝福が与えられる。ディッティヒハイムは、人口1024人で、タウバー・ビショフスハイムの南、タウバータール自転車道沿いに位置する。新石器時代の墓地遺跡が4000年前にはすでに、定住者がいたことを証明している。文献上最初の記録は772年に、なされている。フランク王国時代には、ディッティヒハイム騎士家という貴族があった。 ティッティヒハイムには1748年にバルタザールのイマンによって建設されたバロック教会のセイビートゥス教会がある。また、装飾性豊かなロボ房のキリスト像が数多くある。ティットバールは人口788人、タウバービショフスハイムの南西、ムックバフハタールに位置している。 ティットバールには七百五十三年に建設されたバロック教会のセーラーウレンティウス教会がある。六百六十年以降、クロイツ・ヘルツレーの巡礼が行われた。ホッホハウゼンは人口七百八十八人でタウバー・ビショフスハイムの北タウバータール自転車道沿いに位置する。ホッホハウゼンは七百八十年頃のエーバー・ハルディコデックスに存在を示唆する記述があるが、 実際にはっきりとした記述は1149年が初出である。1244年から1393年までは村に貴族がいた。この村の土地、財産、権利の中世後期における所有者で重要なのは、マインツ選定校のほか、ベルトハイム博、レーン領主となったローゼンベルク男爵、ビュルツブルグ司教やエヒター男爵などである。 1865年から1867年のタウバータール鉄道の建設は、集落の中心部と果樹園やドウ畑を分断した。この宿は、農村の雰囲気が強く、1329年に着手され1795年に完成した教会の木シ型の屋根を、津東が見どころである。ホフホハウゼンには、グリナウアー農園や1612年に、 レオンハルトップフロイントシ費によって建設された旅館、ツム、エンゲル、天使邸がある。ネポムク像がある、バーデンのタウバー川で最もチャーミングな橋が、ホフホハウゼンとベルバッハを結んでいる。イムプフィンゲンは、人口1021人でタウバービショフスハイムの北に位置する。教区協会の聖ニコラウス教会は、中世のフレスコがを有しており、 キリスト十字架像の周遊路が区内をめぐっている。タウバー・ビショフスハイムの市議会は二十四議席からなる。市長は、ボルフガング・ホッケルで、百九十五年から市長を務めている。ズンガラ、赤字に、銀の面兜。その左右の留め紐に、それぞれ二輪ずつ、銀のバラ型。兜の上には、兜飾りとして六本スポークのマインツの輪。 1309年から1726年まで、用いられた詩の印象は、マインツの輪が飾りについた面兜を描いたもので、あったが、後に兜はミトラに置き換えられた。1499年の古い印象には、シギルベムシビターです。ディービスコフィスハイム、タウバービショフスハイム詩の印という文言が書かれている。1516年の死の機密印には、後ろに曲がった兜頭付の兜、 後に垂れ飾りのない司教官に置き換えられると、その下にマント、上にマインツの輪が浮かんだ形で描かれている。1849年から1854年には、スタートマジェストラット・トーバー・ビショフスハイム、タウバー・ビショフスハイム司当局と書かれた彩色金象が使われた。この印には、マインツの輪とその上下左右に B の文字が配されていた。その後マインツの輪は、 飾りとして描かれるようになった。1895年、ゲネラルランデス・アルヒーフは、文章学的に誤りのない印象とするよう、コメントした。特にミトラに飾りをつけてはならないことを指摘した。市議会は1961年1月9日に、最も古い印象例に沿った史書を採択した。1961年12月14日、この文章と、 銀赤の四季の使用権が内務省通達によって死に与えられた。タウバー・ビショフスハイムは、いずれも見どころに恵まれた、ロマンティック街道、ジークフリート街道、タウバータール自転車道沿いに位置している。タウバー・フランケン博物館は、マインツ選定校の上館内にある。かつて私壁で囲まれていた、旧市街内には、13世紀後半に源を持つ。 マインツ選定校の上官や数多くのルネサンス建築がある。セイリオバが創建した女子修道院の後継にあたる建物群は現在でも街の景色を特徴づけている。クロスター法フ、修道院の中庭を三つの建物が取り囲んでいる。そのうちの一つである旧ドルミトリウム、寄宿舎には現在市当局の一部が入っている。ここからマルクト広場方面に 聖リオバが性別した、墓ロック様式の内装を持つ、修道院教会がある。マルクト広場は、ネオゴシック様式の視聴者と数軒の木組建築に囲まれている。1914年に建設された聖マルティン氏、教区教会もやはり、ネオゴシック様式であり、バロック様式の戦闘型屋根を持つ塔や、歴史的に受け継がれてきた数多くの美術品を所蔵している。その中には、 ハンス・ショイフェラインの遺体を持つウルムのニクラウス・ベックマン、工房で制された祭壇や、ハンス・ムルチャーの聖母像、マテアス・グリューネバルトのタウバー・ビショフスハイムの卓形図のコピー、オリジナルは1900年に損傷した後、バーベン大公が購入し、カールスルーへの美術館に移されたなどが含まれる。1903年に、ヘーベルクにビスマルク柱が建てられた。この町は、 フェンシングの連邦養成センターで知られ、また多くの種目でオリンピック委員会の拠点になっている。フェヒトクラブタウバービショフスハイム EV の選手は、これまでにオリンピックで21個、世界選手権やヨーロッパ選手権では228個のメダルを獲得している。その中には、例えば、トーマス・バッフマテアス・ベール、アニア・フィヒテル、チタ・フンケンハウザー、イユルゲンヘーン、 ハラルド・ハイン、アレクサンダー・プッシュラが含まれる。タウバー・ビショフスハイムは、タウバー川沿いを走る、タウバー・タール鉄道、クライルスハイム、ベルトハイム沿線にあり、連邦アウトバーン A81 号線、ビュールツブルグ・ゴット・マディング・ン予備連邦道、B27 号線、ブランケンブルク・シャフハウゼン、B290 号線、ベストハウゼンまで、合市内を通っている。この都市は、 イにイコールタウバー交通共同体に加盟している。1914年から1968年までは、ケイニヒスハイム行きの支線があり、リットバール工業地域を経由していた。グライダー用の飛行場、タウバー・ビショフスハイム・フンゼンベルク飛行場がある。ニーダーシュテッテンの飛行場も近くにある。タウバー・ビショフスハイムは、軍行政の本部所在地であり、税務署、職業安定所など、 州の行政機関も多くある。また、モースバッハ裁判所管区の区裁判所もある。さらには、フライブルク市教区のタウバービショフスハイム主席主催区の本部所在地でもある。2008年までタウバービショフスハイムは軍の中屯地でもあった。第121砲兵偵察大隊及びいくつかの小部隊が駐留していた。クアマインツ兵舎の閉鎖によりこれらの部隊は廃止された。 タウバー・ビショフスハイムには、基礎家庭学校が4校、職業実家学校を併設した本家庭学校が1校、実家学校が1校、一般教養ギムナジウムが1校、マテアス・グリューネバルト・ギムナジウム予備用語学校が1校、ある。マテアス・グリューネバルト・ギムナジウムの歴史は1688年に、フランシスコ会創設したラテン語学校にまで遡る。 マイニコールタウバーンは2校の職業学校と軍立病院付属の看護学校を運営している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。